はい、ロータスラジオ始まります。この番組は仏教やマインドフルネスを面白おかしく紹介しちゃう番組です。皆さん今日も楽しんでってね。ロータスラジオ始まります。案内役は僧侶で仏教研究者、仏教 DJ こと正門とヨガティーチャーのリタです。はい、よろしくお願いします。はい、今日も、一辺承認、ロックすぎるお坊さん一辺承認の今日が最終回でございます。もう終わっちゃうの、もうなんか寂しいな、はいはい、もうフォロワーですからね、完全に。いや、もう一辺承認のファンになっていただいて思いますよ、はい、もう僕の熱い思いはもう全部皆さんにこうドボドボか注いでるんで、うん、本当寂しい、今日でお別れなんてまあこれからもずっと、はい、ね、フォローし続けますけどね。悟りを得るところまでもかっこよかった、うん、悟りを得た後のあのアーティスティックな一面も素晴らしくかったですね。はい、もうね、パラパラって花が降ってもね、花のことは花に問え一変します、かっこいいみたいなかっこいいみたいな、かっこいい、そんなこと言えねえみたいな感じだ。言えないよね、え、本当にみたいな。なるよね。え、みたいな。いや、まあ、俺、奇跡起こしちゃってるみたいな感じになっちゃいますけど。そんなかっこいいこと言えませんよ。常に花と一体だからみたいなね。まあ、その一辺承認の悟りの境地っていうかですね、もう天地と一つっていうあの、うん、あの境地が、まあ、この亡くなるまで、まあ、さらにどんどんこう深くなっていきますので、それを今回は。お楽しみいただければと。ここまでも深まるんだね。はい、もうクライマックス、悟りが終わりにならないんだね。だから終わりもない、そこからスタートしてますもんね。そうね、うん、本当にあの悟りがゴールじゃなくて、そこからますます花が開いていく、うん、生涯というのが展開していきますので、うん、ぜひお楽しみくださいませ。はい、一遍最後の旅と、題しました。いよいよ一遍承認の紹介も晩年でございます。40代だったのに、この間まで。そうですね、まあまあ当時の40代っていうのはだいぶあのお年寄りですからね、まあ、そうか、人生50年の時代か。そうです、人間50年の、うん、人間50年、はい、京都、今日出た一遍承認は桂、うん、まあこれも桂も京都ですけど、うん、桂、はい、で病を得て3ヶ月ほど滞在します。ありゃ、なんか病気になっちゃった、うん、はい、逆にこれまで病気してなかったらすごいけど、ね、そうですよね、あんな過酷な旅をしてね九州から四国行って、うん、中国行って、うん、でまた善光寺行って、東北行って、うん、鎌倉行って、すごいよね。で愛知県経由して、うんうん、京都行って感じの旅でですから、おかなり過酷な旅だと思いますよ。本当ですね。ただ病がちとなりながらも旅を続行します。もうあら、すごいな。山陰道ってことは、ね、山陰道だから北の方に行くんですね。なんで鳥取とか島根とか、はいはい、あっちの方に行くんですね。行ったことないもんね、まだね、そっちの方ね。そう、あっちの方まだ行ってないから、うん、あっちの方に行きます。そして、龍が出現するなと、はい、ちょっと待ってちょっと待ってよ。さっきは花が散ったり、それは分かった、紫の雲が出てるよね。龍がどうかな、龍がね、龍がね、うん、これ兵庫県、鳥取と兵庫の間ぐらいのところ、まあ、鳥取で、うん、あの海から龍が出てきたらしいですけどね。マジですか。で、それを見たんだ、他の人も。うん、で、ついてきたみたいですね、一平少年に。龍が。私もお供しますって。はい、信者になるという、そういう感じの。すごい、もう神かって感じですね、もうね。もうね、ついにドラゴン出しちゃったみたいな。出しちゃどころかついてきちゃった。ドラゴンの仲間ついてる。ドラゴン仲間でした、ね、ポケモンどころじゃないですね、それね。そうですね、はい。すごいですね。だいぶ強い味方が出てきました。はい、信者も当然次第に増えてくるんですね。そんな、もう奇跡起こしまくってますから。そうね。竜で、竜ついてきとるよ、みたいなね。さすがのサイババさんでも竜を出したっては聞いたことないんで。まあなんか、灰かなんかは聞いたことありますけどね。はい。まあまあ、本当にだいぶ、すごい。神社もついてきたんでしょう。うん、そして、丹波、田島、稲葉。はいはい、はい、まあ。つまり、京都の上の方から、兵庫県の上の方、うん、そして鳥取と旅して、放棄、うん、まあ鳥取に入ったところで、冬になると。ああ、厳しい冬になりますよ。はい。うん、妻場爪。止まらぬ年も降る雪に、消え残るべき我が身ならねば。こう、うん、まあ、雪が積もれば積もれと、
そして、止まらぬ年、自分の年もこう雪が積もっていくように止まらないと、うん、で、私も、消え残るべき我が身ならねばで、私のこの身も雪のように最終的にはそうやって積もるんだけど最終的には消えてしまうんだからっていう感じ、うん、そうね、雪とかけてるんですね、もうちょっとなんかそこら辺四季を予感してるのかな。そうですね、そうですね、うん、ちょっと四季を予感している、まあ、いつそういうことが起こってもおかしくないなみたいな、はい、というような晩年のポエムになってきます、うん、そして、三馬作、三馬坂は、岡山の上の方ですね、宮本武蔵のふるさとぐらいです、うん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 、三馬坂まで行った後、また大阪に戻るんですね、大丈夫、だいぶ距離あるけど結構下がるよ、うん、でまた四天王寺に行ったり、うわ、住吉大社、住吉大社、はい、エネルギーをもらいに行ってるわけですね、パワースポットに、まあ拠点に戻ってますね。へえ。大和、奈良に入り大麻寺に戻る。あ、大麻寺もこれもめちゃくちゃパワースポットですね。これ大麻って読むの？トーマじゃなくて。はい、大麻です。あの悪い大麻じゃないですよって思ってしまう。違うんだ。いやいや、これも聖徳太子ゆかりのめちゃくちゃ古代からある寺で、今でも有名で素晴らしい寺ですよ。奈良でもどこら辺にあるんですか？大阪寄りです。奈良。あ、へえ。ちょっと行きづらいんですが、うんうん、今でもそれこそ真野さんが仮面を作ってますけど、あれを、まあ、25菩薩25人かぶって金キラキンのあれを、うん、で衣装も菩薩の格好をしてみんな練り歩くというお祭り、またすごいですね、うん、へ、だから25菩薩が阿弥陀さんと一緒にこう、うん、このように来合するその姿を実際の人が演じてるっていうのお祭りがあるんですよね、大麻寺は。へすごい、すごい圧巻ですので、ぜひ大麻寺、一平上人の足跡をたどる旅っていうのはすごい面白い。いいね、多分もう絶対パワースポットだからね。回ってるね。ねえ。はね、一平上人の足跡をだいぶ回ってますね。ああ、回りたい。本当、10時間のしかまだ行ってない。そうですね。うん、はい、次は京都の石清水八幡宮ですね。おお、これも聞いたことある。まあ、ここも聖地ですね。うん、つれづれ草とかに出てきますね。あ、仁和寺の法師が岩清水に参らんとって、はいはい、あれですね。そうか、ここか、はい、うんうん、ここもね、素晴らしいところ、京都の、八幡市ってとこ、八幡市ってとこにありますけど、うんうんうん、ここも素敵ですよ。へえ、うん、ここも古代からの聖地ですけど、なんか現代だとあんまり、うん、着目されてないですけど、フォロワーとしては行かないかんでしょう。もう今行きたいとこいっぱいですよ、なんかはい、うん、これはぜひ行ってみてください、素晴らしいですよ、はい、ここも川がね、うん、3つ、なんだっけ、桂川と淀川と、うん、もう1個なんだっけ、木津川かな、3つの川がこう合流する地点になって、石消しみたいじゃん。そう、石消しみたいで、うん、3つの川の合流地点の、その商業的にも大事で、その精神的にも大事な場所にある山、うん、すごい素敵なところですね。うんうん、でまた四天王寺に戻る。また行くんだ。四天王寺すごいやっぱ拠点だね。本当に始まりの場所で。まあ、お浄土ですからね。四天王寺は。ここは絶対行かないからね。ここは絶対行ってください。うん。そして48歳、兵庫を出て、京信寺もで、京信シャミ京信を慕うと、書いてますけど、このシャミ京信っていう人は、まあ、お念仏の信者で、ただシャミっていうんで、そう。偉いお坊さんじゃなかったんですよ、うんうん、まあ、正式なお坊さんビクって言うんですけど、あ、はい、正式じゃない人はシャミって言うんです。だから在家でもないんだ。でもなんかお坊さん見習いぐらいのポジション。あ、はいはい、うんうん、だけどそれでもあまりに信仰心が厚くて、うん、まあ、その人のためにお寺を建てられちゃったっていうくらい、この信仰念仏の人として有名だった、ね。まあ、浄土真宗とか妙光人っていうけど、まあ、あれの走りというか、うんうんうん、まだこの時浄土真宗できて間もないか、親鸞上人よりちょっと後だからな、うん、一平上人は、まあ、浄土真宗はできてたけど、うん、まだ妙光人っていう言葉はありませんでしたが、まあ、その、まあ、モデルというかパイオニアっていう人が京信さんです、うん、でその足跡をたどるんです、一平上人が、うんうんうん、そして姫路の書社さんにも、お参りします。山、これここも聖地ですよ、書社さん遠京寺、はい、西の比叡山と呼ばれてますから、調子悪いんだけどめちゃくちゃいっぱいいろんなとこ行ってますね。
調子悪ければ悪いほど聖地巡りに精を出すんじゃないかな。ああ、なるほど、はい、素晴らしい。そうで、そこでまたインスピレーションを得てポエムをね、出たんですよね。うん、書写山なんで、うん、書き写す、うん、山は高根の空に消えて筆も及ばぬ月ぞすに行ける、うん、これはあの仏教っていうよりも単純にもう筆舌に尽くしがたいと、月が美しいっていうのと、うん、まあ、あとはこの月っていうのは常に悟りのあのメタファーなんですよ、ね、うん、うんうん、あの悟りのことを月っていう、ああそうなんですか、あの、はい、丸くて欠けてないとかそういう意味、輝いてるし、うんうん、輝いてるし、あの、うん、さ悟り、まあ悟りの例えとしてよく使われるのが、うんうん、この月なんで、まあ自分の悟りの境地っていうのを読んでるともされてますね、うん、それは筆に及ばないと、その何か書き写しとか書き文字とかそういうものには何にも及ばないよねみたいな、筆舌に尽くしがたいというやつですね、うんうん、そういうことですね。はい、そして最後の旅は続きます、50歳お、まだ旅しますよ、まだ行ってるわ、岡山県広島のまま遠いの、1回下に降りて大阪まで戻って、うん、そして岡山、また行くの、うん、広島、そして瀬戸内海を渡って故郷愛媛に帰るんです。ついに帰ってきましたね、まあ、これが最後の愛媛の訪問だ、長い凱旋ツアーでしたね、はい、で51歳になると、ま、香川行ってる、はい、香川ね、88カ所あるんで、はい、あそうね、はい、行くの、はいはい、香川の寺社を巡ります。はい、で徳島までまた戻ってきた時にまた発病しちゃうんですね。あー、動きが、うんうんうん、はい、そして、神職常ならず、うん、病能は日を重ねて勝るということで、結構重たくなっちゃったんですね、そうですね、ご飯も睡眠もうまく取れないと、で、次第に重くなってくる、もうこれは本当に最晩年っていう感じです。あ、そして、その時心配した弟子に、一平少年が言った言葉がこちらでございます、うん、我らは下根の身なれば一切を捨てずば定めて明獣に所持に弱して往生を存ずべきなりと、変わることなく修行と教化に努めた、うん、ということで、お念仏って基本的には、まあ、下根の身、なんて言うんだろう、下根って何、修行ができない、まあ、愚か者というか凡夫というか、うん、まあ、なんていうかダメダメなやつってことを下根って言うんです。下の根、根性、根性、下の根って書いてね、うん、で、まあ、そういう人だから、まあ、それでも救ってくれるの、うん、生阿弥陀仏ですよというのが普通の解釈なんです、うん、はい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 、うん、でも一辺少年はだいぶ自分に厳しいね。おお、どうしようもない、うんうん、この本当に下根のボンブだから、うん、全てを捨てないと、うん、臨終の時に執着が出てきて往生できないよみたいなこと。ああ、ではだいぶ自分に厳しいんですよ、まだまだですみたいな感じで、ね、そう、まだまだですという感じで修行するわけだ、はい、かっこいい、そういうとこがかっこいい、まただからとんがってるんですよ、アーティストだもんね、なんかもう死ぬまでなんかさ作品は完成しないみたいな、そうだからなんか少年少人とかあるとなんか慈悲の人って感じなんだよね、うんうんうん、まあまあそう言わずにでも大丈夫ですよみたいな感じなんだけど一平少人は孤高の人って感じ、あーかっこいいな、本当に自分の生き様を追求してついてきたかったらついてこうみたいな、うん、もうついてきますってなるね、そう、うん、矢沢永吉とか尾崎裕太とか男の中の男ですね、そう、男の中の男って感じですね、本当に、うん、非常に男性的だと思います、うんうんうん、そして7月、すごいな、うん、修行を捨てないのがいいですね、この病の状況でもってことでしょ、ああ最後まで修行しますね、うん、この人は ね、うん、そして7月行くの、まだどっかに、はい、まあちょっと淡路島行くの、病状が良くなったでしょう、うん、あ、徳島土地、うん、淡路島へ、そして、うん、二宮山っていう山があるんです、その山の上に登って海を見渡します、うん、そしてポエムを一つ、うん、何かの心は西にうつせみの、もぬけ果てたる声ぞ涼しきということで、うん、何かのっていうのはあれですね、うん、阿弥陀仏のその名前にかなう、うんうん、そういうお念仏をしてるんですね、今もう、うん、全てを捨てたそういうお念仏、うん、そうすると心は西に移せみの、うん、心は
極楽浄土の西にこう、まあ、心を寄せていく。そして、うつせみのっていうんだから、もう、なんていうか、もう死にかけなんですよ。うん、そうね。もう体が、うつろになっていく、そういう、もぬけ果てたる、そうやってもう、お念仏をして、心は西に行って、体がもう抜け落ちてしまいそうな、そういう時の声っていうのはとても涼しく、ね。涼しいんだ。はい。っていう、もう、かなり死を意識したような、一句読んでます。ああ、行かないで。はい。そして、いよいよ兵庫県に入ります。うん、ちなみに兵庫県が臨終の地なんで。あ、入ってしまった。はい、そうか。臨終の地に足を踏み入れます。おお、兵庫、うん。はい。兵庫県に入ると、いよいよ死を覚悟いたします。うん、旅ごろも、木の根、かやの根、伊豆国か、身の捨てられぬところあるべき。うん、こう、旅の身の空で、木の根やかやの根、まあ、いろんな植物や木とかの根、どこでも自分の身を捨てられないところなんてないよみたいな。ああ、なるほどね。どこでもいつでも、この旅の身の上で、どこでも身を捨てますよっていう、もうそういう心境、もう覚悟してますね。はい、覚悟していますね。うん、そして、先ほど言った狂信寺、まあ、あの一辺上人がリスペクトしてた、三味狂信のゆかりのお寺、はいはい、で、まあ、臨終を望むんですが、一辺上人にぜひ来てくださいっていう、こうリクエスト、オファーがあったんですね。はい、オファーがね、オファーがあったらこう行かないといけない、行かないね、まあ、お坊さん、そして一辺上人ですから、まあ、そうやって迎えが来たので、迎えられるままに、兵庫の観音堂、まあ、現在新光寺というお寺なんですけど、これは神戸市兵庫区、まあ、昔清盛が、平の清盛が都を作りましたが、あの辺りです、はい、あの辺りの観音堂に、入るわけですね。この人、観音様ともすごいゆかりがあるんだよね。そうか、だって、そうだね、地目寺も観音でした。もう観音だもんね。そして死を目前にした一辺のロックすぎるエピソード。まさか、はい、ここに来ても最後のエピソードでございます。はい、8月9日から7日間、紫の雲がたなびいた。うん、はい、紫立ちたる雲がたなびいたんですよ。さん、本当だ。来たよ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 。はい。これなくなっちゃうんじゃない、なくなっちゃうんじゃない。みんな心配しました。ね、はい。一辺承認、これですね。まだ臨終ではないな。今日ではないみたいな。今ではない。まだその時ではない。俺の終焉の時にこんな出来すぎたことが起こるはず。さすが。ロックローラーですから。さすが、蹴散らかしましたね、そこは。そんななんか、そんなベタになんかさ、ヒャホーみたいな感じで、ベタに。ベタはないわって。はい。ベタに、ベタな演出されても、違うみたいな。自分の式ですら違うと。うわ、すごいな。もうそこで分かっちゃうな、はい、自分で。こんなベタな演出いらないと。蹴飛ばしましたね。すごいな。かっこいいです。ロックです。かっこいいな、はい。そして8月10日、かねてより、私の布教は一代限りと言っていた通り、所持していた経典を、先ほど言った書写山の僧に譲り、自分の書いたものなどはすべて焼き捨てる。焼いたの？もったいな。はい、網だけを唱えながら全部こう庭で火でくべて。じゃあこの歌とかそういうのは誰かが書き写してたんだね。そう、これは一緒に先ほど言った紹介さんとか、新行さんとか一緒に旅ついてるんで、その人たちが、書き残してるんです。それで残ったけど、自分で書いたものは全部ここの時燃やしちゃって、すごいな。タイムマシンがあったら全身で止めに行きたいですよ。止めたいよね。本当に、この人の多分書物凄まじく深いですよ、多分。そうですよね、読みたい、飲みたいですよね。もうでもそうなんだ、残す気はなかったんだ。ここで一言、希代商業を身がつきて南無阿弥陀仏になり果てる。かっこいい、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 ついていきます。かっこいい、かっこいい、かっこいい、なんだこれ。かっこいいみたいな、言えねえみたいな感じでしょ、もう。いや、もうマジですごいですね、この人。本当に。もう、すべて自分の一代の、まあ、そのお経とか、聖典とか書いたものっていうのも、みんな、もう尽きて、
最後は南無阿弥陀仏になり果てぬと。生阿弥陀仏になっちゃった。もうハートのね、中心を打ち抜かれたような感じです、今。すごい、やばいよね。これは多分もうめちゃくちゃ刺さったんだろうね、みんなに。刺さかっこいいと思ってた、みんな速攻書き写したんだと思う、ね、これ。ですよね、うん、やっばーみたいな感じだったと思う、多分。やっぱその後の才能があるからさ、そういうやって。まあそうそう、みんな必死してるよね、みんな必死に止めたんだと思う、ね。うちお願いだから燃やさんでって言って、燃やさんでって言って、でもこれ言われちゃったんだと思う。みたいな、それかもう止めらんねえみたいな、もう止めらんねえみたいな感じだよ。もうこれ言われちゃったら止めらんねえみたいな感じだよね。かっこいいよね。かっこいい。でもこの一言に尽きるもんね、確かに。いやーもうほんとそうっすよ。ほんとかっこいい。はい。そして一辺極楽への旅立ち。旅立たれるんですね。となります。はい。一辺初に51歳。うん、死の直前までやってきた人々に念仏を授け、うん、そして8月23日です、朝の来参を務めていた時に、うん、禅城にいるがごとく往生を遂げます。最後まで修行してたんですよね、うん、すそして生涯に縁を結んだ人の数は25万1724人。すごい、フォロワー数半端ない。念仏札を配ってた人たち、うんうん、これちょっと待って、今でもすごいけど、うん、当時の人口は約1000万人です、うん、ああ、そうか、これ鎌倉の人口じゃなくて鎌倉時代のか。はい、だからつまり今1億人いるから10分の1だと思って、だから今で言うとフォロワーは250万人です。すごいよね、ま、しかもインターネットないからね。ないよね、はい、よくそこまで。インターネットあってもさ、うんうん、250万人っていけないよ。いけないよ。ね。目指してるけどね、私。だいぶすごいよ。いや、まあ、25万は僕目指したいのか、250万ちょっときつい。250万はきついと思うけど、25万は行きたいなと思っちゃう。行きましょう、ね、思いますけど、250、うんうん、万は、うん。すごいな。すごいね。どれだけの人に会ってきたんだ、本当に。そう、全部手で配ってますからね。手でね。うん。はい、30代過ぎて30中盤ぐらいからですから。そうだよ、翔吾さん今からですからね。25万人行きましょう。51歳で死ぬ前提でね。長いからね、うちらね、まだまだね。生きる生きる、まあ、でも命のろうそく燃やしてね。いやでも本当に一人一人こう配って25万人、ね、すごいよね、本当にすごいと思います。そして、まあ、遺言のような言葉を残します。うん、壮麗の儀礼を整うべからず、野に捨て獣に施すべし。嘘。ただし在家の者、ケチ縁縁を結びたい人の志をいたさんをは色に及ばずということで、うんうん、もう葬式はいらんと、うんうん、もうこの自分の身は野に捨てて獣にもうあげて やってほしいと、うんうん、ただまあ在家の人信者さんが、うん、その縁、お葬儀をしてこの念仏の縁を結びたいんであれば、うん、まあそれはしてもいいけどね、うん、みたいな。ああ、なるほど、ね。それがまた新たにね、その念仏の信心につながるのであれば、うん、みたいな話ね、はい。うん。でも基本最後まで捨ててるんですね。すごいな。はい。そして遺言は続きます。うん。奉仕の後は後なきを後とす。後、うん、をとどむるとはいかなることぞ。我知らず。世間の人の後とはこれ。財宝所領なり弱僧をもて後とす、うん、ゆえにとがとなる、うん、奉仕は財宝所領なし弱心を離る、うん、今奉仕が後とは一切衆生の念仏するところこれなり南無阿弥陀仏。うわと最後の遺言を残します。うわ、まあこれ本年少年まで言ってるけどね、もう本当に、うん、自分の後っていうのはいらないと、うんうん、まあ、最澄さんであれば延暦寺があって、うん、福岡さんであれば高野山があって、うん、そうやって偉いお坊さんの後には、まあ、その聖地的なのがあるんだけど、寺みたいなそういうのが残って、うん、あるんだけど、うん、自分はそういうのはいらないと。作ってないんだね、一辺さんはね。作ってない、一辺さんは一個の寺も作ってない、うん、そうだね、回ってるけど一個はその誰かが作ってあげようかともきっとあったでしょうけどね。
本当ブッダみたいに生涯こう遍歴してる、うん、でもその何かがあったら、物があったらもうそれは執着の原因になるから、もう一切残さない、もう念仏だけ、念仏するところだけがもう私の後だという言語、うんうん、いやもう25万人に後を残ね、はい、残して、そっから先ずっと私たちにも残してくれてますからね。うん、だからまあ、うん、本当に残らなかったと思うよ、これ全部燃やしちゃったし、うん、まあ2代目の新京さんという人がいなかったら本当に何も残らなかったと思いますね、一平さんという伝説の人ということで、まあ語り継がれてたかも怪しいよね、うん、うんうん、でもなんとか残さなきゃって多分その2代目の人思ったんでしょうね。まあ最高に、うん、まあ2代目の人も全部捨てようとしたんだけど、まあ在家の人にお願いだから残してくれって頼まれて、うん、まあ、それでお寺を作ったという経緯がありますけど、まあ本当に最後まで捨て果てたっていう、うん、ということで、一番最後にこう一辺承認の僕が一番好き、うん、一番もう今まで好きな言葉いっぱいあったけど、うん、一番好きな言葉、まあ、あるんですか、すごいですね、うん、したいと思います。もう捨て果ててという境地を、はい、語った言葉でございます。うん、昔、空也上人、空也上人っていうのは、うん、一辺上人の前のこう念仏聖で、うん、まあ、パイオニア、念仏のパイオニアで、この人も旅した人ですね。うん、一生涯旅をして念仏を伝えた人。昔、空也上人へある人、念仏はいかが申すべきやと問いければ、捨ててこそ。とばかりにて、何、うん、とも仰せられずと、これ誠に金言なり、うんうんうん、と言ってるんです。空也上人に念仏はどういうふうに言ったら、ね、念仏をお唱えしたらいいですかと聞けば、うん、捨ててこそと、うん、まあ、それしか言わなくて何も言わなかった、うん、まあ、ロックの先輩ですね、空也上人。そして念仏の行者は知恵をも愚痴をも捨て、善悪の境界をも捨て、奇戦高下の道理をも捨て、地獄を恐るる心をも捨て、うん、極楽を願う心をも捨て、おまた諸宗の悟りをも捨て、全部捨てとるぞ、一切のことを捨てて申す念仏こそ、うん、弥陀調整の本願に最もかないそろえと、うん、こう一辺承認。これは大好きです。めちゃくちゃ好き。何も持たなくてってことですね。はい。うん、まあ知恵をも愚痴をも捨て、これはよく言います。うんうん、まあ悟りの境地、あと賢いとか愚かというものは、うんうん、悟りではないですから。うんうん、まあ善悪の境界を捨てる。まあこれもあります。うん、そうね。奇戦高下、これもありますよね。うん、まあ高貴な人、身分が低い人、そういうのはない。うん、そういう道理っていうのは全部捨てちゃう、うん、それ地獄を恐るる心も捨て、はい、うん、ここまではよく聞く言葉、そうそう、そこら辺は分かるけど、ここすごいよね。極楽を願う心も捨てた。極楽浄土に導くみたいな感じでね、結構これもうね、ね、本来ならもうダメですよ、ブーですよ、ブーですよ、ですね、ブーですか。結構ここ強調してますよね、はい、浄土系はね、うん、極楽を願う心は絶対必要っていうのはもうこっぴどく我々すごいな、それすらも捨てだもんね、まあそうだよね、はい、もう一辺承認はもうそういうもう本当に経典とか教義とかどうでもいいんですよ、これもいいんだよね、はい、うわもうね、もうこれはもう境地としか言わないよね、うんうんうん、こういう境地に行っちゃったんだねって感じ、そうだよね、だから期待とかそういうものも一切持たずだからさ、まあだからもうそうなんだけど、念仏の人なんだけど一周回ってブッダみたいな悟りに行っちゃっちゃう、そうなんでしょうね、はい、うん、禅宗の悟りとだいぶ近いもん、あですね、うん、はい、もう禅も生き方ブッダでしょ、結構ね、生き方ブッダだし、悟りとしては、うん、なんていうのか、この人の念仏って、うん、なんか簡単じゃない、あんま簡単そうじゃないんだよね、ああ、そうね。なんか悪人でも救われるんですよみたいな雰囲気じゃないんだよね、はい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 、だいぶ こっちにも要求するというか、まあ修行することですよね、修行しても捨てて捨てて捨てて、うん、捨て果ててこそ念仏っていうのが、あでもそれブッダさんもそうでしたもんね、捨てるっていうことに関してはね、うん、だいぶ原始仏教っぽいんで、うん、あ確かに、そこも僕に刺さるところなんでしょうね、うん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 、なんか
なんか本当切実だもん、この人の念仏。うん、阿弥陀さんがこう言ってるから救われるんですよみたいな、ふわっとしてないもん。そうだね、リアルになんていう、体験的に感覚的に感じつつやってるから、もうヒリヒリしてる。なんかこう切っ先の、ね、剣の切っ先の上で、うん、もう一歩一歩後ろに引いたら切られるみたいな感じで、うん、念仏とだって感じだよ、この人は。だからそういう危ういものだってことは分かってるんじゃないですか、本人が。まあ、最後まで修行し続けないと、まあ、ただみんなにはその念仏札をこう配って、多くの人が救われるようにっていうことをやってるんだけど、うんうん、自分に対してはめちゃくちゃ厳しいんだよ。厳しいね、本当はね。もう極楽を願う心を捨て、そして悟りをも捨て、一切のことを捨てて、でそれでやった念仏こそだね、はい、うん、これが阿弥陀様の願いに最もかなってるんだよ。ああ、阿弥陀様がこうしてほしいってこと、そういう念仏を唱えてほしいってこと。いや、まあ本来阿弥陀様では全ての人を救うっていうのが願いだけど、うんうん、まあだからこの人はもうどうでもいいんです、そういうところは。そこはね、はい、もうそういう境地なんです、こういう人こそがみたいなふうに、もうその境地に行ってるんでね。なので阿弥陀様と一体化しちゃってるから、この人の場合。そうだね、仏も我もなかりきりですから。うん、そうだね、生阿弥陀仏、生阿弥陀仏だから、生阿弥陀仏になり果ててますから。なり果ててますね。で、はい、それまでに正門さん的には、それ自分イコール阿弥陀様っていうのはなかなか恐れ多い感じなんです。言えねえよみたいな。言えるかみたいな。言えるかみたいな感じ。あ、そんな感じ。そう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 。やっぱりそこはキリストと私みたいなのとで、そういう感じ。いや、キリスト教でも、うん、神と一体化するっていうのは、うん、なかなか言わないよ。言わないか。イスラム教でもそうだけど、あれ、うん、言ってる人は言ってるけど、ま、特別で神というのは自分とは別、うんうん、そう、神っては私はそれは救ってくれる、もうアクセスがもう本当に難しいというか、うん、もうなんて言うんだろうな、もう別次元の存在っていうのが、うんうん、まあ、キリスト教でもイスラム教でもそうですけど、うん、一定数いるのよ、神と合一しちゃう人が。キリスト教にもイスラム教にも、うん、はいはいはい。イスラム教でも同じ、面白いのがイスラム教の神秘主義者ってのはスーフィーって言うんだけど、うん、はいはい、踊るのよ、くる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 。踊るんだ、うん、はい、踊って神と一体化してるの。へえ、ちょっと一変して、やっぱり踊りたくなっちゃうんだね。うん、踊る人たちはだいぶそういうなんか神と一体化しちゃう人が多いんじゃないかな。へえ、うん、キリスト教にも、まあ、うん、喜びというか、まあ多分身体的な悟りなんでしょうね。ああ、はいはい、なるほどね。うんうん、頭とかじゃないんでしょうね。じゃないでしょうね。ああ、面白い。最後の言葉でございます。このように、かように声を打ち上げ打ち上げ、生阿弥陀仏と唱うれば、うん、仏もなく、我もなく、ましてこのうちに都格の道理もなし。道理もない。うん、善悪の境界、皆浄土なり。ん、外に求むべからず、この世を厭うべからず、よろず生きとし生けるもの、三千草木、吹く風、立つ波の音までも念仏ならずということなし。うわ、人ばかり調整の癌に預かるにあらず、と言うんですよ。この人ばかり調整の癌に預かるにあらずが分かんない。うん、はい、解説を、うん、このようにもう全てを捨てた念仏を唱えていると、うん、声を上げて生阿弥陀仏を唱えていると、はい、まず仏も我もないと、はい、境がなくなってるんですね、はい、まして、うん、このうちに都格の道理もなし、この仏も我もない、うん、というか、うん、仏だとか私だとか、うん、これが一体だとか一体じゃないとか、ああ、それもない、うん、そういう道理、ロジック、論理、うん、解釈、うん、何もない、はいはい、ただ仏も我もない、うん、そして善悪の境界すべて浄土だと。どういうことこれは。これは善悪の境界、うん、まあ良い人悪い人がいます、うん、ああ、そういうことね、うん、で良いこと悪いことがあります、うん、この世はそうやって善悪がある世界だけど、その善も悪もすべてもう浄土になっちゃうんだ。おお、ちょっと待って、今ここが浄土になったね、これ。はいはい、お浄土今ここにです。今ここにですね。ピュアランドイズヒアのナウ。おお、はい。そして外にの求むべからずっていうのは、うん、これはお浄土をこう
この世の外に。あ、どっか外にね。うん。はい。もうここまで行くと完全にいたんですが。もう西の方に行ったらあるとかじゃないんだよみたいな話ね。はい、うん。なく、この命終わって西の方に旅立って極楽浄土に行くんじゃないと。うん、じゃないと。じゃないと行っちゃってますね、これ。じゃないと行っちゃってます。うん、外に飛ぶべからず。うん、この世を厭うべからず。だから、だから、うん、お浄土は今ここにあるんだから。今ここですね。この世を嫌ったり嫌がったりしちゃいけないよ。うん。よろず生きとし生けるもの。すべての生きとし生けるもの。そして山、川、草、木。うん、もう人間じゃなくても。山、うん、川、草、木。そして吹く風。立つ波の音までも念仏ならずということだし。もうすべて。それも念仏だってこと？そう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 。うわ、すごい。まあ、これ阿弥陀経の中には書いてあるんだよね。お浄土ではこう風の音とか木がこう、うん、そよぐ、うん、あの音もすべて念仏あの法を説いてるんだよっていう描写があるとか、まさにそれがこうこの世に現出する、この世がそうなると言ってるんですけど、うん、参戦すごいですね。ちょっとやっぱり、うん、生きとし生けるもの山川草木まで行っちゃうのはなかなかすごいな。すべ、うん、てのものでしょこれ多分。いやすごい。だって山も川も草も木も念仏は唱えられないですから。そうだね、もうでもイコールでしょ別に。そのなんか何かが出してる音とかじゃなくて、あ、音か、三線奏も、もう念仏、もう全部念仏なんだよ、うん、だからもう念仏全部みたいな、うん、もう唱えるとか念仏とか仏とか自分とか草が、そうだね、分けてないんだよね。生き物じゃないとか全てがなくなってて、うんうん、すべてが生阿弥陀仏になっちゃってるって感じの、うん、ベーダンタな念仏な感じですね。だからそうなんで最初言ったでしょベーダンタ念仏ですね。ベーダンタなんだって、もう、うん、溶け込んじゃったんだね、もう、はい、すべては一つ、うん、はい、で人ばかり、つまり普通は生阿弥陀仏で念仏を唱えるこの人間だけ、うん、あるいは一般的にはさ悟れるのは人間だけって言われてるんです、うん、はい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 、あの修行できるから、うんうん、修行して、うん、修行するってことができるのは人間だけだから、はい、悟れるのは人間だけなんだけど、うん、もう人ばかりがこの阿弥陀様のすべてを救うって、この生阿弥陀仏っていうこの願い、うんうん、この乗り物にの恩恵を受けるんじゃない、全部だと。おお、もうこれ人を超えたわけですね、もうね、はい、人間だけじゃないよみたいな。山も川も草も木も、うん、吹く風も立つ波もすべて、だからもうすべてが阿弥陀様がお作りになったものみたいな感じか。いや、もう作ったとかもない。ないな、ないな。作り手と作られたっていう関係もない。あ、でもないか。もうそれが皆様なんだ、はい、みたいな感じね。はい。究極のワンネスです。本当だね。本当ワンネスっていう人はこの境地まで行ってワンネスって言ってほしい。僕の説明で。そうね。そうね。はい、そうだよね。ここまで行ったら、うん、これはワンネスだよって言いたい。そうだよね。インスタントにワンネス使わないでみたいな。もうね、そんな軽々しいもんじゃないですよ、この生き様を見てね。うん。これ、もう、これはもう、もう念仏、お念仏界でももう究極、まあ、日本仏教の中ではもうね、本当に突出してるね、もう。うん、もう、究極のワンネスの人、もうゴーンみたいな。もう言い切る方もいらっしゃらないんじゃないですか、なかなかね。ないね、ない、うん。教義をぶっ飛んでね。超えてね、壊してるね、完全に壊してるいやーすごいなあ。でもね、ほんとかっこいいって、もう大好きなんですよこの言葉も。本当にいいね、この境地に立ちたいって。もう本当なんかもう人間であることが特別じゃないもんね、もうすでにね。なんか本当に、うん、本当に自然とこう一体化する天地と一つっていう感じが、うん、もう体感してたんでしょうね。ねえ。言葉っていうのは。すごいなあ。という、あの、一辺上人の生涯でございました。いやー、ちょっともう本当に感動。いやー、ね、ワンサイトがあるの？ワンサイトがある、はい、ワンサイト。いろいろ参考資料を見ながら作りました。だいぶこれは楽しく、あの、リサーチができましたよ。はい、ということで長きにわたりました一辺承認シリーズ、これにて完でございます。おー、ありがとうございます。はい、が素晴らしき人生をシェアしていただいて、はい、リタさんに最後にね、こうやって感想を聞きたいんですが、どうでしたか。いやー、日本にブッダがいたんだなっていう感じですかね。
そうですね。なんかね、本物感が半端ないですね。本物感が半端ないよね。うん、本物感が半端ないよね。本物感が半端ない。なんか途中に来て、君はなんか心静まってないんじゃないかっていうような人たちっていうのは割と、なんかわかるんだよね。わかるよね。わかるよね。それがお坊さんっぽいよねとも思えるんだけど、でもその湧き上がる喜びを表現するとかさ、その馬のようにって言った時にもうその馬と人間にもう境がないわけじゃんね。そう。でも人間はさ、どっか動物なんてとかさ、こう上下で自分の方が考えられるから、上だとか、そういう風になってるけど、もうそれも全部取っ払っちゃってるから、そうですね。もうなんかね、本当に、あ、こんな人がいたんだな、日本にっていうか、うん、感動してます。本当に宗教者中の宗教者だよね。ですね。で、まあその、うん。仏教って枠を超えちゃってるもんね。もう仏教じゃないよね。なんていうのかな。もう自分の人生探求というか、うん、なんだ、哲学者じゃないしか、なんかもう ヨガ行者でもあるし、哲学じゃないよね。もうちょっとあるよね。シャーマンでもあるね。シャーマンだね。うん、感じる方。そう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 。うん。もちろん、その、お勉強した時期もあるんでしょうけどね。十分に知識を入れた時期も。でも全部捨ててくから、それを。うん、本当に、なんていうんだろう、勉強からは絶対出てこない言葉が大量にあるし、うん、やっぱたまたまお念仏っていうのがこの人のアウトプットだったけど、別にこれこの人お念仏じゃなくてもよかったと思います、ね、一流の宗教者になっていたと思う、どの世界に行っても、そうですね、ネイティブアメリカのところに行っても聖者だったと思うし、インドでも聖者だったと思う、うん、それって何なんだろう、センスなんでしょうかね。苦しみの深さもあるのかね、やっぱり家の、まあそれもある、まあ、全てがこうカルマと才能というか、まあ、いろんな組み合わせ、さっきショーモさんが言ってたように、その自分に対しての厳しさみたいなのもやっぱりそれだけ回って布教して、なんか全く信念もなんていうの揺るがないみたいな、まあ、そこは武士なんだよ、この人はやっぱり。武士、あ、そうか、武家なのか。うん。もう本当に古代から続く武士の家系で育って、そうか、まあ、侍魂があるわけね。そう。比率はね。だって30代ぐらいまで、まあ20代、そうね、30代ぐらいまで武士でしたから。そうか。だって真剣白羽取りしてたでしょ。してた。はい。かっこいいな。出家の前で真剣白羽取りして出家した人なかなかいないですから。いない。本当にリアルにこう命のやり取りを経った後に出家してますよね。そうだね。まずもっと気合が違うんですよ。普通の坊さんと。違うね。マジで命かけてます。祭司はどうなったんだろう。祭司を捨てて。ね、最後ね。喜んだかな、みんなそんだけね。信者が増えて。紹介さんとかが、まあ、弟弟子というか弟子が、まあ、面倒を見たみたいな話も聞きましたけどね、僕物の方に書いてあった気がします、京都の方で面倒見てもらったみたいな、それは弟子が本当にこの人はフォロワーが良くて、紹介さんしかり、新京さんしかり、まあ、フォロワーのおかげでこの人の教団ってのは保たれたし、この人のこのもうレジェンド級なこと言葉、かっこいい言葉の数々が書き残されたんですね。いや、もうアンチに全然負けないとこがすごいですよね。というか、なんていうのかな、普通ああいう論争は言いまかすんですよ。ああ、わかる。法然上人もそういう論争に巻き込まれましたが、うん、あくまでロジックで勝ってるんです。法然上人。そうかそうか、論理的な争いで。はい。もう知恵で勝ってる、ね、はい。はいはいはい。知恵じゃないもんね、あれね。でしょうね。もう勝ってもいないし、負けてもいないって感じです。そうそう。なんか、怒りで返してないし、噛み合ってない。次元違うとこから。そう。次元違いすぎて。全く噛み合ってなくて。こいつ何言ってんだろうな、みたいな。でもなんか納得しちゃうみたいな。納得しちゃう。うん、ほうほう、みたいな。迫力があるんだよね。そうでしょうね。もう、とも踊れ。とも跳ねよ、かくても踊れ。心ごまですから。なんか心は沈めるもんじゃないんですかって言ってる自分が器が小さくなっちゃうね、なんかそうだよね、あれ違うのかな、頭の中のおしゃべり沈まってますかって言ってる自分がなんかちょっと思ってないかなみたいな感じになっちゃう、ね、ちょっと止まった後喜びは湧き出るんだね、多分でもね、なんか止まるとか
多分そういうプロセス踏んでない気がするけどね。踏んでないか、いきなりパッカーンしちゃったんだね。パッカーンしちゃってると思うね。なんかもう、うん、心が喜びで多分もう なんていうんだ、一色に塗られたって感じなんだろうね。うん、なんか岡本太郎さんみたいなもんね、エネルギーがね。僕も、うん、あの瞑想もするしお念仏もするんだけど、うん、あのやっぱお念仏ってどっちかっていうとこう、うん、なんていうのかな、あの手放して消していくっていうよりも、うん、あの阿弥陀様で満たしていく感じなんだよね。おお、この内側を、まあ、うん、そうそうそう、あの心理的な、うん、この、うん、なんていうの、プロセスとしてっていうか、うん、あの感じ方として、うん、はいはい、あの両方ともこうすごく静かになるんだけど、うん、あの手放す方はなんか本当に一歩一歩こう手放していく感じじゃない、リパセナと、うんうんうん、でも念仏の場合はもうなんかもう塗ってくんだよね、はいはい、心を全部生阿弥陀様に、うん、はい、で結果あの、うん、生阿弥陀一色になって妄想、妄想っていうのが、まあ、出たとしても、ね、うん、なあったとしても気にならないっていうか、なんか、うんうん、なんかほとんどつけ入る隙がないみたいな。いやでもさ、なんかグゼインさんでやらせていただくじゃないですか。はいはいはい、はいはい、心躍るよね、なんかあっ、そうそう、おみたいになる。ぜひあれを5、6時間一緒にやりましょう。やりたいわ、もう、うん、踊りますよねそれ、うん、5、6時間やるとあの、うん、だいぶだいぶ止まってきますよ。うん、やっぱその一定のリズムで叩いてるでしょ、なんかでずっと唱えてるから、やっぱりさすごい安定もするし、なんかなんていうの、心も安定するんだけど、もうちょっとなんか湧き上がってくる躍動感みたいなのを感じますね。うん、そうですね。だから、うんうん、一平少年の場合は鐘を常に持ってて、はいはい、鐘をぶら下げてて、その鐘を鳴らしながら、うん、カン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 生阿弥陀仏して、そして踊るっていうのをやってたんで、うんうんうん、身体動作が入るんで、さらに、いいですね、うん、踊り念仏でも本当に多分、その心が阿弥陀様に染まっていくっていう感じが。うん、したのかな、うん、あと伊藤さん的に一番刺さったのは、うん、やっぱりその布教するとき一瞬ためらったときあったじゃないですか。はいはいはい、あのこの札を配って いいものかみたいな、悟りの前ですね。あ、そう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 、信じ念仏を信じてない人にこの札を配って、うんうん、信じてない、はいはい、お前は別に関係ないといいから配りなさいと、その信じたいに、うん、熊野の神様のお言葉ですね。そう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 、いやもうヨガもそうでしょうって私は思ったわけですよ。プルシャだプルシャだ、怪しいこと言ってるし、はいはいはい、だけどそれは別に私がっていう話じゃないから。そうですね、そうだ、私はこうやって配信するのもそうですけどね、うん、配ってる、そうそうそう、配ってる、うん、本当に伝えればいいんですよね、うん、ね、伝えればいい、それは相手ですよね、相手だし、うん、あとはその自分が伝えた後のことは、あとは阿弥陀様であったりヨーガにお任せしていたら、うんうん、それはあの自然とすべてこう運んでいってくれる。そうですね、うん、行くところに、だからまだ私自力の思想があったわと思って、本当に、うん、ここはお任せ、ね、しなくちゃなと思いました、ね、はい、神様はお墨付きですから、うん、それはね、そうですね、熊野行かなきゃ、はい、そうです、ぜひ伊田さんも熊野でうん、お告げをいただいて、お告げ、そうですね、お告げいただけると嬉しいなと思っております。いや、本当にいいお話を聞かせていただいた。はい、僕も楽しかったです。本当に僕の一番好きなお坊さんの話なんで、ね、それを存分に、うん、もう多分4時間ぐらい語ってると思うんだけど。でも、ショーモさんがこの一平さんを好きなのも分かる気がする。分かるでしょう。うん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 。僕はやっぱ、ね、この人の生き方なんだよね。やっぱりちょっと今までの古いものを壊していくところもいいんじゃないですか、正門さんにはそういう係なんじゃないですか。まあまあ壊していくっていうよりも、うん、まあどう広げていく、うん、違う角度から見る。ね、どうなんだろう、ね、今までのを大事にしつつ、なんかなんか枠がないじゃないですか、正門さんって。はい、ね、ヨガともお話できるし、はいはい、この間なんてね、総統首脳王様と話できたりとか、はいはい、そういうことが新しいんだと私は思いますけどね。まあそれが昔は普通だったんですけど、うん、まあでも本当に一辺少年みたいな、うんうん、オーダーレスっていうのは確かに目指してますね。うん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 、いいです、時代はそっちですよ。うんうんうん、まあ時代は開いていかないと、多分これはね、仏教を知らなくても、うん、念仏を知らなくても全員が感動できるものを持ってるで
ーションなんで、それは僕はそれを目指していきたいですよね、そのユニバーサルなところを目指していきたいところでございます。はい、ということで、はい、カルマヨガを見せてもらった感じがします。あ、いや本当そうです、究極です、一切の期待を手放し、はい、何もかも手放し、はいはい、これ見た後ぜひバガバットギータ読んでほしいです。もう泣きますねこれ。一点承認じゃんみたいな。そう、本当バガバットギータそのものだなって思いました。はいはい、本当にそうですね。素敵です。本当に、うん、本当に長い、シリーズでしたけども、はい、付き合いいただいたまずリタさん、そして、視聴していただいた皆様、どうもありがとうございます。はい、またこの構想シリーズやっていきたいと思いますので、ぜひ、はい、ご支援のほどよろしくお願いいたします。はい、じゃあまた次回も楽しみに。はい、バイバーイ。バイ。ロータスラジオ公式 LINE できました。イエーイ。登録するとどんないいことがあるんですか？登録するとですね、参加型公開収録、おオフ会、リアルイベント、特別ライブセミナー等々をですね、ご案内して参加いただけるという形にします。点いっぱいですね、はい。どうやって参加するんですか？詳しくは概要欄にありますので、そちらチェックください。ロータスラジオ、今回もご視聴ありがとうございます。この番組では、仏教やマインドフルネスについて、宗派や教義を離れた立場で、自由に楽しくお話しています。内容には諸説あり、厳密な交渉を経たものではありません。ご了承の上、お聞きください。それでは次回もお楽しみに。